こんにちは、大宮です。今日はカンパドナグランドコンプリケーションの販売20周年記念モデル星の雨とソーハを紹介していこうと思います。日本を代表する国産ブランドシチズンが開発した最高峰技術と幻想的なデザインが融合した究極のクォーツ時計、電子音とは思えないような心地よいミニッツリピーターの音にも注目です。今回の動画では初めにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして文字盤、ケースの裏側、ベルトの解説、最後に実物に触れた感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて何かコメントを残してもらえると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、ネイビーの外箱にはカンパドナのブランドロゴがゴールドで記されています。外箱を開けると同じくネイビーの内箱が現れます。内箱の上部は時計を収納した時も眺められるようクリアになっており、コレクションボックスのような作りになっています。内装には上質なベルネットを使用し、カンパドナを優しく守ります。クッションの下にはカンパドナオリジナルの時計拭きが入っております。内箱の後ろには保証書が同梱されています。取扱説明書はシチズンのウェブサイトに公開されており、機種番号を入力することでご覧いただけます。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回シチズンの最上級ブランドであるカンパドナの中でも複雑機構搭載を特徴としたグランドコンプリケーションシリーズからご紹介します。シリーズ発売20周年を迎えたことを記念して発売された星の雨とソーハの2つのモデルです。グランドコンプリケーションはミニッツリピーター、ムーンフェイス、パーペチュアルカレンダー、クロノグラフという4つの複雑機構を搭載したシリーズです。2002年に最初のグランドコンプリケーションが発売されてから20年、シチズン製品の中でも性能の高さと遊び心にあふれた斬新なデザインで人気の高いブランドカンパドナを代表するシリーズとして、時を知らせるだけにとどまらない新たな時計の楽しみ方を提案し続けています。漆黒の宇宙に見立てた文字盤デザインが美しい星の雨と、月明かりがきらめく大草原をイメージしたソーハ、どちらとも中空の美というカンパドナのコンセプトにぴったりな壮大な魅力を感じるスタイルとなっています。機会を逃すと二度と手に入らない120本の数量限定モデル、見えないところまで突き詰められたデザインや技術のこだわりに迫っていきます。それではまずはケースについて見ていきましょう。ケースの素材はステンレスで、デュラテクトプラチナと呼ばれるプラチナを使用したシチズン独自の表面コーティング処理が施されており、どんな照明の下でも美しく輝きます。またプラチナという柔らかい貴金属を用いながらも硬度を高めることに成功、傷に強く日常生活の中で自由に使える時計となっております。ケースサイズは 43mm、 ケースの厚さは 16.5mm です。底面を手首の形に合うように緩やかなラウンド状に仕上げることで快適な装着感となっております。カンパドナのケースデザインのテーマは曲線美、大小さまざまな曲線で作られたケースは異なるパーツを組み合わせる別体構造となっています。均一に整った接合面からも技術力の高さが伺えますね。側面にはリューズと3つのプッシュボタンを設置、クラシカルな装いと操作性の高さを兼ね備えたデザインとなっております。風防のデュアル球面サファイアガラスは表面も裏面も同じ球面構造にすることで厚さを均一化、さらに無反射コーティングを施すことでどの角度からであっても歪みなく文字盤が見えるようになっております。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。カンパドナの文字盤はゴトクリングやスモールダイヤルを組み合わせた多層構造となっており、タキメーターリングには4つのビスが留められています。小さな面積の中に多彩な機能を組み込むため、1ミクロン以下の細かな凹凸も表現する高精度の電気構造技法で加工が施されております。なんといっても特徴的なのは日本の誇る伝統工芸漆塗りが施されている点です。職人の手によって何層にも塗り重ねられ磨かれた表面は20年前の初モデル登場時から変わらず採用されております。2つのモデルはどちらも漆塗りですが、それぞれ色が異なっています。星の雨は宇宙を思わせる漆黒に金色の粉をまくことで星空を表現、手作業で仕上げられているため全く同じデザインの時計は2本として存在しません。こちらのモデルはインデックスのローマン数字、サブダイヤルのインデックスにもゴールドが多めに使われております。
一方の走破はブルー文字盤とゴールドの滝メーターのコントラストが美しい、月明かりがきらめく夜の大海原をイメージしたデザインとなっております。文字盤には金属粉を練り込んだ性質を使用し、夜の水面の複雑な表情を再現。メイン、サブダイヤルのインデックスのカラーは星の雨とは反対にホワイトが多く使われています。12時の位置には半円形のムーンフェイズがあり、2種類の異なる表情をした月のプレートが交互に小窓から覗くことで月の満ち欠けを教えてくれます。その他にも3つのサブダイヤルが配置され、3時位置には24時間針と秒針、6時位置にはクロノグラフの時針と分針に、パーペチュアルカレンダーの年針と月針を配置、そして9時位置のダイヤルには曜日を示す曜針と日付を示す日針が配置されています。どんな小さな針でも全て熟練の職人によって丁寧に仕上げられています。次は時計の裏側を見てみましょう。裏蓋にはブランド名、限定120本のシリアルナンバー、グランドコンプリケーション20周年記念モデルであることを示す刻印が刻まれております。搭載されているムーブメントはクォーツムーブメント、キャリバー6772、日本国内で最上級の技術を持つスーパーマイスターが組み上げている自社製ムーブメントです。このムーブメントがミニッツリピーター、パーペチュアルカレンダー、ムーンフェイス、そしてクロノグラフという4つの複雑機構を完璧に再現しています。機械式であれば非常に高価になる古典的なコンプリケーションウォッチ、その楽しみをより多くの人に楽しんでもらいたいというカンパノラの思いが伝わってくるポイントです。クロノグラフは2つのプッシュボタンによって通常計測、積算計測、スプリット計測が可能。パーペチュアルカレンダーは2100年2月28日まで日付修正とうるう年の修正が必要ない高性能なカレンダー機能です。電池寿命は約2年となっています。カンパノラのブランド名の由来は、南イタリアの町の教会の時を知らせる鐘の音。そのためミニッツリピーターの音に対するこだわりには目を見張るものがあります。ミニッツリピーターとは、暗闇の中でも時刻が分かるように音で現在時刻を知らせてくれる複雑機構のこと。今回のモデルのムーブメントでは、クォーツによるものとしては世界にも類を見ない高い音と低い音の2種類の音を表現することに成功しています。リアルな鐘の音のような自然な余韻が感じられる音は、音の組み合わせやケースの素材、時計内部の電圧など様々な要素の細やかな調整によって生み出されています。続いてベルトについて見ていきましょう。ベルトには LWG 認証を受けた業者で製造されたワニ革を使用。 LWG とはレザーに関わるブランドによって構成されている国際団体で、この認証は環境配慮や安全性の面で高い評価を受けていることの証です。星の雨はマットブラックのレザーに金色のステッチ、走破はマットブルーのレザーに金色のステッチ、どちらもとても高級感があり、文字盤デザインやコンセプトとの相性もバッチリです。防水性能は日常生活防水、ケースに硬化加工が施されていることもあり、日常的な場面では身につけたままで問題のない仕様となっております。今回のカンパノラグランドコンプリケーションの販売20周年記念モデルの感想ですが、これは実際に見てみるととても素晴らしい時計だと思いました。まず両モデルとも明るく透き通るような色調が魅力の表面硬化技術デュラテクトプラチナを施したステンレスケースが、柔らかなケースフォルムと相まってとても美しいと感じました。またガラスに遮られたわずかな空間に無限の宇宙を閉じ込める中空の美をデザインコンセプトに作られているので、建築物のように立体的な表情がとても魅力的で目を奪われました。カンパノラは腕時計を時刻を知るだけのツールではなく、時を楽しむ、日常を楽しむ、個性を楽しむをテーマに掲げているので、ビジネスシーンでもオフのシーンでも生き生きと楽しんで過ごしたいという方におすすめのモデルです。お取り扱い店舗は大宮、和歌山本店、オンラインストアとなっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。またメーカーの保証期間は購入日から1年間ですが、プレミアムドアーツである当店でご購入いただくことで3年間に延長、さらにシチズンオーナーズクラブにご登録いただくことで合計5年間に延長されます。
ということで今回はカンパノラグランドコンプリケーションの販売20周年記念モデルについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。